3.5 周年まであと3日、そして生放送は明日。もっと台本を読み込んでおかないと。あと発声練習も。おいっす、うん、こうじゃなかったわね。確か、あんなに練習したのに、これじゃあみんなに迷惑かけちゃう。美食伝の一員として認められるように頑張らないといけないのに。よし、もう一度。やってますね、シェフィーちゃん。何よ、考えることはみんな同じってこと？シェフィー様、よろしければ仲間に入れてください。一緒にやればきっとうまくできます。みんな、もちろんよ。それじゃあ明日の生放送に向けて一緒に練習頑張りましょう。